Number 13, Little Nato. Number 15, Shimoyama Takahiro. And number 55, Miyada Kokoro. Tsuzuite, Will.Play number one, Yamamoto Shuta. Number two, Nakamura Taichi. Number three, Ono Reishi. And number four, Kuroki Chou.コトフェニックス vs ウェル、いよいよ決勝戦の始まりです。それでは間もなく試合を開始いたします。ボールはウィル、ウィルボールでいよいよ決勝戦。The final! Let's do this! Come on! さあ、まずはウィルが仕掛ける。アウトバウンス。コトボール。まず先手を奪うのはどちらか。後藤が仕掛ける、外へ、ナイスリバウンド、おっとボールはウィルに出る、そしてレイアップ決めた。最初のポイントはウィル、浮かしたパス、これで1対1。下山から伊藤、あと正面から2ポイント、ウィルが決める。太一中村、さあ対するコート、こう位置からのシュート、リバウンドを見る。山本から中村、そして小野、ちょっとクロックがなくなってくる、中村のツー、フェイクを入れてお返しのツー、アウトバウンス、ウィルボール。後藤は選手の交代、6番の尾形委員、4番の黒木、小野へ変わった黒木へのパスは通らず、あっとうまいプレー、アウトバウンス、ショットクロックのバイオレーションです。リードしているのは赤のユニフォーム、高校フェニックス、5対4。その差を広げるか、尾形のリバウンド、下山、そして外、もう一度伊藤が取る、そして自分でいった、レイアップ6点目。2点ビハインドのグリですが笛がありました。ファールは後藤、チームファール1つ目。ウィルボー、山本がキープ、中村へ正面の位置から決まった、リバウンドから5点目、決めたのは山本。ファウル、ファウルを見る、
チームファールは1つ目です。チームファール1つ目後藤は三重だ。仕掛ける、あ、ナイスブロック。さあだ笛がありました。高校のファールです。コートフェニックスチームファールは2つ目シュートモーションに対するファールでした。ウィルリーのワンショット。ナイスミュー。これで6対6の同点。三枝から尾形、そして伊藤がロングツー。一旦外へ。さあ山本仕掛ける。ちょっとシュートは長いか。後藤ボールに変わります。リードする後藤、伊藤が、そして三枝、大型へのパス、リバウンド決めた。ねじ込んで9点目。3点ビハインドウィル。ファールがありました。笛です。後藤のチームファールは3つ目。後藤のチームファールは3つ目。ビハインドウィル、外、さあ仕掛ける。浮かしたシュート外れましたが、リバウンド自分で取って、ここはレイアップ。7点目。そしてコート、ビハインドのパスで正面へ。どうだ、アウトバウンス。ウィルボール。第7、高校がリード。残り6分23秒。厳しいディフェンス。その中ウィルが8点目。3番オーノウエイジ。そのまま厳しいディフェンス。さあ伊藤、ステップバックからのアウトバンス。得点差は1点です。黒木から中村、どうだ、リバウンドはフェニックス。高等フェニックス。そして仕掛ける、ナイスパース。10点目。決まって9点目。再び1点差。アグビー。ボールは後藤ボールです。ショットクロック5秒。そのままいった、ファウル。ファウルはブルー。チームファウルは2つ目です。シュートモーションに対するファウル。アタイム、フェニックスナンバー55、カカロミラー、フォーワンショット。11点目。このレイアップは沈めて食らいつきます。ウィル、ナイスパース。とバイオレーション。ノーバスケット、ノーバスケット。トラベリングの判定です。ゴールを
のクッションちょっと直します。得点11対10、後攻のリードは1フート。残り時間5分14秒、ミリボールゲーム再開です。中村から山本が一人で、あと行く、体を放り込んでバスケット、ちょっと選手の容体が心配ですが大丈夫でしょうか。後藤のチームファウルは4つ目でした。ナイスプレイ、カウント認められまして同点です。11対11、そしてエンドワン、ワンショット。12点目、逆転に成功。さあここから早い展開に持っていくか、コート外へ、中へのパス、これをカットしたウィル、山本のトゥー。さあ流れはウィルなのか、ファウルの笛です。ファウルはウィルにありました。チームファウル3つ目です。3点ビハインドになっている後藤、後藤ボールでゲーム再開。あっと笛がありました。ファウルは白のユニフォームウィルです。4つ目、チームファウルは4つ目。コートボール自分で行く、このシュート決まって13点目。ゴールに少し体を打ちつけたようですが、三浦選手大丈夫でしょうか。ナイスプレイ、下山選手が代わって入ります。得点は14対12、白のユニフォームウィルが2ポイントをリード。試合残る時間は4分33秒。ウィルボール、山本から中村、そして小野、中村へ、もう一度山本、正面の位置から、あ、ナイスリバウンド。しかしボールはコート、追いつけるか、そのまま行く、左手に持ち替えてのレイアップ、ファウル、ファウルはコートにありました。チームファウルは5つ目。そしてシュートモーションに対するファウルです。この後ウィルにワンショット、アツライナンバースリー、レジオノフォーワンショット。決めた、15点目、2点差に広がります。さあ食らいつきたい、コート、このシュートは外れて、あーつ、しかもキープ、もう一度リバウンド、ウィル、外から、このリバウンドはウィルです。そして正面、2ポイント、17点目、食らいつきたい、コート、伊藤のシュート決まった、14点。甘いな、開いた、中村のポイント18点目。
点差。中村が正面の位置、小野から中村、サイズがアウト、決めてきた。19点目、遠い位置からの2リバウンド、ウィルです。小野が一旦外へ、時間を使いながらファール。後藤のチームファールは6つ目、後藤のチームファールは6つ目です。タイムアウト。さあ得点は19対16、そして後藤のチームファールが6つに達しました。次に後藤がチームファールを犯しますと、ウィルに2本のフリースロー、2本とも決めればノックアウト勝利という展開の中、タイムアウト。試合残り時間は2分55秒あります。さあこの後後藤フェニックスの反撃になるか。ウィルボールゲーム再開です。さあ2でノックアウトもある。後藤はファールができない。中村から外へ、リバウンド、ウィル、まだつなぐ。2でノックアウト、まずは1本、レイアップを決めて20点。これで後がなくなった後藤、点を取り続けるしかない。チャンスはある。アトリバウンド、ウィル。さあまさにリーチの状態、外へ山本、笛はありません。外へ尾形の2ポイント、そして小野、笛がありました、笛がありました。ファールです。ファールは後藤、そして2本のフリースロー、1本決めればノックアウト優勝。大事なフリースロー1投目。おっと、もう1本あります。決めればノックアウト。落ちた、リバウンド後藤、そして2が落ちた、まだある。外へ伊藤、伊藤の2が外れて、リバウンド後藤、ここは1点を取る。19点、まだ分かりません、まだ分からない。このシュートが落ちる、リバウンド後藤、2でノックアウト、2でノックアウト、2022ファーストシーズンアンチュー松本大会ファーストデイ、見事優勝は後藤フェニックスです。劇的な逆転の中、しかもですね16対20からの逆転の2、4点差を跳ね返して21対20、チャンピオンは改めてご紹介しましょう、後藤フェニックスです。見事優勝、ここ松本大会の初日優勝を飾りました後藤フェニックスの4人の選手、せっかくですので感想を一言ずつお願いしてよろしいですか。はい、今日応援いただきありがとうございました。本当に
前の試合がうまくいった分、僕たち次の、最後の試合もうまくいくと思ったんですけど、やっぱりビルさんの方が、走れたりとか、守備のシュートの確率が良かったので、その中で最後仕切ることができて、本当に良かったです。では逆転のツーです。おめでとうございます。今のお気持ちを。ありがとうございます。応援ありがとうございました。まあ、ウィルさんだったり他のチーム、やっぱり呼吸みたいな小さい選手が少なくて、その中で僕みたいな小さくて見せて分からないような選手が、そういう選手はもう強いかなと思います。明日も頑張ってください。感想お願いします。まあ、やっぱり他のチームよりも敵陣が低いんですけど、やっぱりハードキング選手が本当にパスをしてくれて、優勝おめでとうございます。さあ、そしてもう一方、三浦選手、感想お願いします。本日はたくさんの応援ありがとうございました。準決勝で信州さんと、やらせてもらって、まあ、決勝に来たんで、やっぱ信州さんの分も、しっかり戦わないといけないなと思ったんで、本当に優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。好感度が今こうなりました。本当にお疲れ様でした。初日ファーストデイ、改めてご紹介いたしましょう。大きな拍手をお送りください。優勝は江東フェニックスの皆さんでした。長時間にわたりまして、この最後の最後の分までご覧いただいたファンの皆さん、本当にファンの皆さんもお疲れ様でございました。ただゲームは明日も行われます。特にホームとして試合を戦った信州松本ダイナブラックス、明日こそ優勝を目指して、ぜひ期待してまたこの会場に足を運んでいただきたいと思います。そして初日の優勝は、本当に何度も言いますけれども、16対20からゲームをひっくり返し、リーチをかけられた状態で最後は逆転の2ポイント、本当に素晴らしい逆転優勝でございました。ただ対戦のビルの皆さんも本当に最後の最後まで強いところを見せてくれました。両チームに大きな拍手をお送りいただきたいと思います。2チームのゲームですけれども、会場は9時半、そして第1試合の湘南対信州松本ダイナブラックスのゲームは10時からの予定。今日よりも、時間が早くなっておりますので、お気をつけください。明日は9時半会場、第1試合の開始は10時となっております。さて、コート上ではまだまだ写真撮影など行われておりますが、以上をもちまして初日のプログラム、スケジュールは全て終了でございます。改めて申し上げます。本日は本当にたくさんのご来場、皆様ありがとうございました。そして共にこれから選手とファンとみんなで一緒になって 3X3、 この S リーグを盛り上げていきましょう。明日はこの会場でお待ちしております。本日はご来場誠にありがとうございました。We'll be right back.
Thank you.